こんにちは。今日から始める安心男着物、着物楽庵こだまです。今日は薄物のコートが、去年ぐらいから結構人気があるんですけれども、その薄物のコートで、男性用の素材も一つだと思うんですけど、最近は結構男性の方もおしゃれな方が多いので、もともとメーカーさんがちょっと女性用として、作られたもので、生地幅が結構広いものがあるので、そうしたものでお作りになられる方も多いもので、ちょっとそうしたものに使えるものをちょっとご紹介したいなと思いまして、で今回動画を撮らさせていただいてます。でまず非常に代表的なのが、最近かなり女性の中では人気があるこういうチュールレースのような、こういう松岡姫という糸でね織ったものに、こういう刺繍、チュールレースのような刺繍をしたものですね。こうしたものなんかも正直こういう柄が特に花柄ではなくて、こういう雪輪の柄とか、雪輪じゃないですね、ごめんなさい、雪の結晶の柄とかで、こういう色も、こうしたもんだったら、女性はもちろんですけど、男性でも、十分お作りになれるんじゃないかなというふうに思います。で実際ちょっとこれを、袖を通してみますと、ちょっと男性はね付け爪なんで分かりにくいかもしれないんですけど、こうした感じですね。でこう透けた感じがこう見えてですね、なかなかちょっとこうまたこう波紋が広がるような感じでおしゃれなんじゃないかなというふうに思います。で実際今私がこういうふうに羽織ってみても、見た目は非常に薄いんですけど、やっぱり絹っていうのはすごく保温力があるので、結構あったかいですね。ですのでもう3シーズンですね、真冬以外は、3シーズン使っていただける。で逆にちょっとおしゃれで使うんだったら通年使いということでこう使ってもらえるんではないかなというふうに思うんですけれども、こういうのもちょっと一つなんではないかなと。で最近は男性でもこうしたちょっとおしゃれなものを使う方が多いもので、こういうものも、男性の着物ってどうしても中に着るものが無地とか縞とかそういうものが多いので、ちょっとこういう羽織物で遊ぶというのも一つなのかなというふうに思います。でこうしたものとか、からあと次はこういう紋紗ですね。こうした紋紗といってちょっと透けた織り方のものですね。でこれもちょっと袖を通してみましょうか。で紋紗なので先ほどよりは透けては見えないんですけど、こうした感じ、でこの程度の地紋というと、この辺ぐらいのぼかしだったら男性でも十分におしゃれに使っていただけるんじゃないかなという、こうしたもの。でやはりこの程度のちょっと地紋のこう流れとこうぼかしですね、
まあ、こうしたものなんかも、こんな感じで、まああまりそんなにこう透けた感じはしないので、本当にこうしたものも、通年使っていただけるんではないかなというふうに思うんですけども、まあこうしたものですね。でたまたまこの間こうしたちょっとコートを探しに行った時に、まあ、同じメーカーさんのものでちょっとこう羽織ってみますけど、こういうこうした長着ですね、まあ、着物、まあ、こんなのも最近は感じで、まあ結構皆さん男性の方でも、なかなかこうちょっと面白い、着物を着てみたいっていう方が結構多いので、まあこれなんかもこうしたぼかしなので男性でも、で当然これは羽織を作ることも、羽織とかコートを作ることもできますけど、こうした長着でも十分着ていただけるので、まずは長着でたくさん着ていただいて、で飽きたら、羽織やコートに直すっていうのも一つなんじゃないかなというふうに思ってます。まあこうした最近は新種物でもなかなかちょっとおしゃれな、感じをお求めになる男性が多いもので、まあこうしたものも一つなのかなというふうに思って、まあ、今日はこうしたちょっと、ものを新しくちょっと入手しましたので、今回動画を撮らさせていただいてるんですけれども、まあ後ろにこうかけてるのも同じようにチュールレースだったり西陣のお召しで透けたもの、それから浅見さんの紋紗で、まあ、こちらのものは一重で作って現れて使われている方もいらっしゃる。まあ浅見の生地は、浅見さんの生地は、縮まらないので、こうした透け物紋紗でも、洗う対応をされている方もいらっしゃいます。それからもうちょっと今は廃業しちゃったんですけど、こういう、米沢の鈴源さんというところの、ちょっと三重のような組織のもののこういうちょっと紋紗ですね。これもほとんどこう透けた感じはしないんですけど、こう手を入れても本当わかんないですよね。まあこうしたもので、作られる方もいらっしゃいます。ただそれぞれ本当にこう透け感っていうのは違うので、まあ先ほどのようなチュールレースのような非常にこういう透けたもの、こういうもので透け感を楽しむ方もいらっしゃいますし、まあ浅見さんの紋紗も同じですね。地紋のとこ以外はすごくこう透けるので、こうしたものも一つですし、からこの鈴源さんのようにほとんども透けることがないこういうものっていうのも一つなのかなというふうに思います。ということで本日はちょっと新しく入手をしました、チュールレースの、ちょっとこういうエヴァの、羽織なり、こういうした、木尺で今ちょっとお客様がいらっしゃってしまったので、途中で切れちゃいましたけれども、基本的にこんな形で、ちょっと薄物の羽織物ということで、今回いろいろこうしたちょっと、チュールレースのものから紗のものまでいろいろご紹介させていただきましたけれども、まあ、こういうものを羽織っていただくのもちょっとおしゃれでいいんじゃないかなというふうに思いまして、今日は動画を撮らさせていただきました。
ということで本日も以上ありがとうございました。